ザトマス、イリア、プロビー、むつみ F91、嵐のザク2回お願いします。みちゃんの実況しない。さあ、ザトマスと、チャリウ、なんで、あ、ザク、え、あ、違うか、名前変えやがったな、あ、違うか、じゃあどうしよう。まあ、じゃあザトマスね。さあプロビデンス、最近イーベル軍団の中で、まあ、某おじさんが使ってるのをいいことにだんだんと流行りだしてきてきたい。そうなんですよね、この機体ね、立ち回りとかね、しっかりしてる人を使えば本当に強いんですよね。さあただ固定でしかこの姿見てないので、まあ今回じゃあフルでどんな風に動いていくのか。さあ一方でまずマスターを警戒してドラグーンを全面展開。ドラグーン合わせて射撃を合わせていくが、なんとか当てていきたいところではある。しかしこちらザクに爆弾からの敗北で阻まれてしまった。さあ走行しているうちに F91、 相方の F91 がマスターに張り付かれ、ザクの爆弾からおっと2人して食られてしまった。向こうとしてはマスターを前におとりにしてザクにどんどん爆弾で取ってもらう戦法ですね。しかしこのままだと F91 ワンコンで落ちてしまう。こちらも危ないぞ。さあ横を横から折ってしまった。いつものや。さあ打ち落ちしてこちら残り3500コスト、覚醒をどんなタイミングで使うか。さあそれが人の夢、人の望み、人の業なの。ザク2回にケリーからの覚醒技。しかしこちらは死なないと。さあドラグーンを展開してザクに張り付いていく。しかしマスターこちらなんとか果敢に格闘をぶち当てに来る。これザクが覚醒か、確か間違い F91 か、声優が同じだからダメだよこれ。さあザク正解も貸して、うおーからの爆弾巻いて、よーやる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 、いいですね。ザク正解あの調子だと覚醒落ち。さあこのあの感じだと 2回目の体力からしてもう覚醒がたまるか怪しいところですね。さあプロテスト体力、一方でこちら、まあ、調整は成功といったラインなのでうまい感じで、しかしマスターの格闘をもらってしまった。さあマスターが一気に終わらせてくれる。しかしザク空海に爆弾でうまく阻まれてしまう。さあマスターどっちを狙う、ちらっと見た感じ F91 パンパンパンからのスパルカーレ、スパル閉まらなかった。さあメイン3者からのダウンまで F91 逃げてもらいたい。さあマスターに狙いを定めていく。ステップミスったぞあいつ、やばいぞ、おっと閉まるかあれ。さあ F91 使って溜まったが、あーあーやばいやばいやばい、おそんなやるよ、むつみ先生やるよ。むつみの F91 が最後頑張った。はい、勝利したのはイリアのプロビデンス、むつみの F91 になります。おめでとうございます。はい、じゃあ次ホーニャン、長老、むつみ、イリアペアです。喋ってもう喉やば。はい、で次敗者かな、敗者復活かな、あまだ、あやるだけやるのね。はい、 OK です。ということで、ね、これでゼロ勝組はこれでラストですかね。ゼロ勝、あゼロ勝じゃない、ゼロ敗組だ。これラストですかね。これ勝てば、準決勝じゃない決勝かに駒を進めることができます。ですけれどもですね、あの負けた人は敗者復活があるので、そこで勝てば、OK という形になってます。いやーでもあれは悔しかったな。まあ気を取り直していきましょう。ドクファイトライブ、さあやはり固定と化している、シャッフルだが固定と化している。視点は視点であれ見てないよいさん、F級いきましょう。さっきこの高火力コンボを出してもらった F 級ですね。まあ F 級プロビ、デュエルレッドドラゴンですね。まあデュエルレッドドラゴンの方が一応コスト的にはバランスが取れてるので、まあそれというと有利なのかもしれないんですけれども、まあ、やり込みを見せていただきたいかなと。やり込み立ち回り、そういったね、あの流れの経験を見せていただければいいかなと思います。さあ F 級がメペして、さあしっかりいって、さあしっかり読んで、さあ下角入れて、さあこれ結構でかい。まあ F 級カード級お化けですからね。さあしっかり見て、
さあレッドドラゴンが怖いところだか。さあプロビも見ていく。まあこちら待ってればあのプロビのカーテンがある、であとメペがある、そういう感じで強化武装が、強化とかあと時間制限のねちょっと強い武装があるんで、それをどう生かしていくかといったポイントですかね。それに対して向こうはまあ一応バスターがあるのと、でバスター利用してデュエルがどういくか、さあしっかり読んでいたが、これはプロビだ今のは。さあガードして、しかもレッドドラゴン対策も完璧。さあこれいけるか。さあレッドドラゴン覚醒して、さあガードして、さあまずは数安くしようといったところ、さあ攻め消して、さあビリビリ触れるか。さあデュエルがしっかりダウンさせて上げていた。さあしっかり決めていって、さあ指令障害という言葉が聞こえた。チンパンは止まらない。さあレッドドラゴン逃げて、さあプロビ覚醒して、さあこれしっかり追い切ってまずは落としていく。さあこれを落としていこうするか。デュエルが冷静だった。さあデュエルが冷静に落としていき、まあこれをさばけるのが一つのポイントかなと思います。さあメペ隠して、さあ来たが、さあ F 級覚醒して、これレッドラゴン追えるか。さあレッドラゴンなんとかさばいて、さあ来たがパージアタッカー待っていたがまだ落ちない。これが美味しい。まあまずは向こう折り返し入らして、さあこちらも F 級を向こうとしては落としていきたい、落としていきたいが、さあまずはカーテン、カーテンを使って分断して、さあここしっかり取ろうといったコンタクター。さあレッドラゴン来て、さあデュエル覚醒して、向こう気になるか。前角を決めていた。さあ相方に助けを求めている。さあガードして、ガードデュエルあるよ。さあ来たか、このレッドドラゴン前角が待っている。さあどうなっていく。プロビの耐久が気になるか、プロビの耐久が気になるが、ああまだまあまだあると。さあここのレッドドラゴン削っていきたい、取っていくか。さあ焦って逃げていると、バスターがフォートのバカに100ダメージを与えていく。さあこの割れるデュエル、デュエルをなんとか耐えていきたいが、まずはダウンさせて、レッドラゴンあるか。さあベペして、これを取れるか。どちらでもいいぞ。さあしっかり回るでアピールして先進を作ってファイブして、さあレッドラゴン怖いが、怖いが、さあ来てしっかり取っていった。こうガードして守って、まず隠して入って、さあバスターがそれでも当たる。さあこちらとしては覚醒はなく、まあ、しかもこの体力はワンパン圏内に実はある。さあ時間も危ない、時間も危ないぞ。さあプロビ覚醒されて、さあこの前角がさばけるか。よく振って繰り返してパージしていって、うまくしてまだ落ちない。さあこれレッドラゴンどうなる。さあレッドラゴンどうなる。さあレッドラゴンどうなる。さあ出てきて明確を味方に当てたがまだなんとかなっていた。さあ覚醒さん見えて、覚醒さん見えてさあ最後の最後に面白い展開待ってる。さあどうなっていく。さあレッドラゴンが危ないぞ。さあ時間は4だが、カーテンが刺さっていた。ということで勝ったのは、プロビ F 級ですね、イリアさんの、プロビと、むつみさんの F 級になります。おめでとうございます。